こんにちは、アキです。皆様はサードパーティー製のレンズお好きでしょうか？今回は知る人ぞ知るなかなか良いレンズ、コムラというもので撮った写真の紹介です。今回使ったのはかつて三共工機さんというメーカーから発売されていたコムラ 105mmF3.5、 それの後期型です。このレンズのマウントはライカの L マウントって言っても L39 マウント、つまりねじ込み式の方のものになります。バルナックライカで使われていたあのマウントですね。焦点距離は 105mm なんだけれど、開放の F 値がね 3.5 っていうのは今時はなかなか見ない F 値なんじゃないかなと思います。まあ、ズームレンズとかだとねあるかなと思うんだけれど、単焦点で F3.5 かーってなるかもね。最短撮影距離は表記上は 1.25m なんだけど、もうちょっと近寄れます。なんだろうね、もうちょっと回るんだよね。だから 1.2m とか 1.1m とかそのぐらいなのかな。この子のレンズ構成は3群3枚トリプレットって言われるものです。まあ、よくねバブルボケしやすいねレンズでねトリオプランっていうのがあったんだけれど、まああれとね同じようなレンズの構成、ガラスが3枚入ってるだけ、そういうシンプルな構成でどれだけ撮れるのかなっていうのはぜひこの後の写真を見てください。まずは小石川後楽園という場所で撮った梅のお花です。どうでしょう、皆様どんな印象を持つかな。私の感想を言わせてもらうと、かなりスッキリ映るレンズだなって思いました。なんか思ったよりねぼやぼやしないよね。なんだけれど、まあよくよく見てもらえるとね、なんかそんなにシャープではないなっていうのはね、まあじっと見てればわかるかもしれない。まあ実際そうで、わざわざやんないんだけれど拡大してみると、まあどうしてもねピントが合ってる部分も滲んでいたりはするわけです。だからスッキリしているんだけれども、ちょっと優しいような雰囲気があると思いませんか。これはねでもね人の受け取り方次第なんだよね。とはいえかなりスッキリ映るっていうのはやっぱり変わらないと思うんだよね。あのピント面が若干滲んではいたとしても、明るいものがあった時にボヤボヤーっとしたりはしないわけです。これなんかはね半逆光ぐらいかな。まあ本当のね意味での逆光ではないんだけれど、梅のお花にね光が当たってて、でちょっと透け感があるみたいな感じに映ってますよね。この感じね結構クリアに映ってるなって思いませんか。今回使っているカメラはいつもの富士フィルムの XE3 で、フィルムシミュレーションはねプロネガハイを使っています。最近ちょっとね私の中でプロネガハイブームが来ているので、もう全部これで撮ってるんだけれど、この写真なんかはねかなりレトロな感じに写ってるんじゃないかなと思います。まあ色味が渋いとも言うのかな。まあ元々のねお花がそんなに極彩色っていうような種類じゃなかったので、目で見てもね。なのでまあレンズのねそのちょっと優しい雰囲気っていうのと、あとはプロネガハイってやっぱどうしてもなんていうのかな、ポジフィルム系列の逆、まあ、ネガ系なのでね、一応フィルムシミュレーションの中としてはネガ系列に分類されますから、まあ、ちょっとねこう淡いような感じ、色がまあ少なめな感じ、まあリアルって言えばリアルだよね、そういう写りをするので、まあそれが今ってねちょっとこういうねレトロな感じの写りになったりもしております。この日撮ってて思ったのは、やっぱり光大事だなってことだよね。まあ何を今更って思うかもしれないんだけれど、やっぱりお日様の光が当たってるところのお花を撮ってあげるとすごい綺麗だなって思った。この小石川後楽園の梅園梅林かなはね、なんか影になる部分があるんだよね。なんでだったかな、周りの雑木林みたいなのの影になっちゃう部分があって、どうしてもね。でそういう部分にもお花は咲いてたんだけれど、まあどうしてもねなんかねそういうところよりはこうやってね晴れてお日様が当たってるところについつい行っちゃうんだよね。さあそして中望遠でございます。 105mm のレンズを APS-C につけているので、まあ大体 160mm ぐらいかな、弱ぐらいの焦点距離というか換算の画角にはなっているわけです。なので切り取れます。こんな風に枝の先だけとかいうのを切り取って撮ってあげるっていうことができるわけです。だから例えばあの枝のねこのなんていうか曲線の部分がかっこいいなとか、まあなんかそれとお花の付け方が綺麗だなとか、まあここがモコモコしてて可愛いなとか、そういうね本当に局所的に気に入る部分やっぱあるじゃないですか。とはいえ全部引いて撮っちゃうとなんかなみたいなこともあるわけで、でそういう時にねこうやって切り取れるレンズっていうのはもうここだけ切り取ってしまえっていう風にね簡単にできるのですごい楽なんです。
そして圧縮効果的なものも狙えるっていうのはあるよね。まあ 105mm ってね、150mm ちょっとぐらいの焦点距離価格だから、まあなんかそんなにね圧縮されるかっていうと、ないんだよ。そんなには圧縮されないんだよ。例えばね、 200mm、300mm っていうレンズを使った時みたいなものすごい圧縮効果はないんだけれど、まあ今見ている写真みたいにね、背景の枝を近づけてあげて、なんか枝とか葉っぱとか、葉っぱはないな、お花かな、がこうやってね密集してるぞみたいな風に撮ることはできます。まあ、肉眼だとね、もうちょっとやっぱりねスカスカなんだけれどね、まあ、そこはね角度なんかを気にしてあげると、こんな感じでね密集させて、まあお花お花みたいなのは撮れるわけです。さて、ちょっとね被写体が変わって、こっからは目白でございますって言ってもそんなにはたくさんないんだけれど、目白を撮りました。でこれはね、もうライトルームで現像してます。まあしてますって言っても、明るさを整えたりとか、あとトリミングしたりぐらいかな。そもそもここの目白がなんかすごい近くに来るんですよね。だからそんなに鬼みたいなトリミングしなくてもいいぐらいに来ちゃってて、まあ、来ちゃっててっていうか来てくれてなんだけれど、野鳥としての危機感は大丈夫かって思うぐらい近づいてくれるんだよ。だから換算でね、 150mm 相当ぐらいの画角でもこのぐらい大きく、まあ切り取ってしまえば、周りをちょっと切り取ってしまえば撮れるわけです。でトリプレットのところでちょっと話題によく上がるね、玉ボケ、まあ見てください。まあそんなにだよね、そんなにめちゃめちゃ輪郭が強調されるみたいなこともないので、まあごくごく普通のねオールドレンズ的な、まあ、端に行けば形は崩れるし、ちょっと濃淡もなんかあるしみたいな、そういうねオールドレンズ的なちょっとレトロな玉ボケっていうのがこの子です。ちなみにこのモフモフの目白の写真をね見てもらえるとわかるかな、どうだろうね、わかんないかもしれないんだけれど、目白が可愛いのは置いといて、それはもうねみんな知ってるから置いといて、玉ボケがねこれ、わかんないかな、ちょっとねギザギザしてるんだよね。これ開放じゃないんです。これ多分ね F4 いや F5.6 かなぐらいまで絞ってます。でこのレンズはね絞ると、まあ、なるべく円形ではあろうとはするんだけれど、若干ギザギザするんだよね。だからそれが玉ポケの形にも出てます。とはいえだよ、拡大したりしない限り、まあそんなにはわかんないかなってぐらいのギザギザです。さて、急に被写体が普通になりまして、普通にっていうのも変なんだけれど、これはその辺の道端に生えている仏の座でございます。仏の座ってねかなり密集して咲くので、だからこうやってね前ボケ後ろボケみたいなのはねすごい簡単に作れるんだよ。まあパッとね肉眼で見た時にこのお花をそんなに綺麗だって思うかっていうと、まあね感性はいろいろだと思うのだか、多分みんなはそんなに気にしないと思う。全然気にしないようなお花だと思うんだ。見たことある人います？ちゃんとって言うとあれだけれど、まあ、大体ね足元に咲いてて、草のねこの高さも大体10センチあるかなぐらいのちっちゃい子なんです。そんなねこのすごいちっちゃい子なんだけれど、この季節にね彩りを添えてくれる貴重な子なので、私はねよく好んで撮ってます。でこういう時はね、まあもちろん寝そべってファインダー覗いてもいいんだけれど、まあ、場所も場所だったりはするので、私は液晶画面を頑張って覗き込みながら撮ってます。今回はね寝そべってないよ。でねちょっとねうわーっていうか、なんだこれってなったのがこの辺の写真ね。これなんだろうね、この後ろのボケのしましま、何なんだろうね、よくわかんないね。別に、もちろんねフリッカーとかじゃないよ。ちゃんとねこれ太陽光だからねフリッカーとかなわけはないんだけれど、多分ねなんかね光を反射してるものと、あとなんだろう、なんか遮る草があったのかな、あまり記憶にないんだけれどさ、なんだこのボケって思ってね、これすごいよね。そして同じようにこの季節を彩ってくれるお花っていうと、この謎なペンペングサです。これもね、まあ皆様これはねご存知だと思うんだけれど、地面すれすれに生えていて、まああまりね気にもされないような道端の雑草みたいなものだよね。なんだけれどこんな風に撮ってあげるとなかなかに綺麗じゃないですか。まあこれねやっぱりねオールドレンズのこのちょっとふわふわした感じとか、多分まあ光が入ってきてね少しフレアじゃないけど、なんかコントラストは低下してるような気もするし、あとはボケが暴れてるみたいなのもあると思うし、でもそれがねこのチャチャチャってなんかめちゃめちゃに生えてるようなこの雑草のね、まあ綺麗さっていうか可愛いなっていうのがね出てきてるんじゃないかなと思って、まあだからね私割とこういうのをね古いレンズで撮るの好きなんです。ということで今回はコムラ 105mm の F3.5 っていうレンズで撮った写真の紹介でした。
で背景でね流れてるのは私のご近所のなんかその辺に生えてる梅の花の写真です。このレンズはね、以前1回かなぐらいかな、まあ、動画にしたことはあるんだよね。だから見てくれてた方はまた買って思ったかもしれないし、まあ、初めての方はね、そんなのがあるんだって思ってくれたかもしれないし、このコムラっていうレンズはね、なんか日本よりは海外の方が人気あるみたいですね。なんでなんだろうね、それはよくわかんないんだけれど、まあ、確かにね、日本だと知名度低めだよなって思うことはある。だからこの L39 マウントのコムラも割と安く売ってたりしました。なんでだろうね、よくわかんないんだけれどね。でコムラはね、このねレンジファインダー用のレンズ以外にもこの後にこの一眼レフ用のレンズをたくさん作ってます。まあ、コムラ独自のねユニオートかなとかいうマウントで、まあタムロンのねアダプトールと一緒なんだけれど、マウント交換式のレンズっていうのがねたくさん出てて、でそれもねなかなか望遠なんかはすごいいい感じに映る子があったりしますので、そういうのもお安くなってます。まあ、やっぱりねタムロンとかシグマとか、まああとはトキナーになってくるとだんだん AF の時代になってくるのかなとかね、そういうまあ今でもね知られてるメーカーだとなかなかお値段もするんだけれど、まあ今は亡きね三協工機さんの、まあ、このコムラっていうねブランドですので、意外と安く投げ売られてます。でも性能はなかなか良かったりしますし、意外とね面白い癖を持っていたりする子も多いので、まあぜひね投げ売られてるのを見かけたら、あこれがって言ってね試しに使ってみるかぐらいの気持ちで買ってみてください。といったところで今回の動画ここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。これからねどん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 お花が増えてきます。まだ2月だけどなぁと思わなくもないんだけれど、どん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 お花が増えてくるので、私にとってはハッピーな季節がやってきます。どんどん写真撮ってね載せていきたいなと思うので、ぜひチャンネル登録していただいて今後もご覧いただけると嬉しいです。ではまた別な動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。